陛下、時の英雄がアーリーに入りました。明朝ダオス城への潜入を試みるとのことです。やはりあの闇の空間はダオスによるものだったのか。ルーングロムの推察通り、いよいよだな。巨医、ダオス一人を撃てばこの戦いは終わりましょう。だがもし彼らが倒れることがあれば。言うな。さあ、今はただ彼らを信じて待つほかはないのだ。続いてるらしいけどな。魔王軍は10万だぞ。いくらアルバニスタだって城が落ちちまえばもう世界の終わりか。雪だ。綺麗。信じられないよ。あのペンダントから始まってとうとうこんなところまで。そうですね。私旅なんてしたことがなかったから何もかもが新鮮で、辛いこともたくさんありましたけれど、こうして皆さんと出会えて。うん。でも、もし今あの時に、いや、ダオスがこの世界に現れた時まで遡って奴と戦えたら。クレスさん、分かってる、分かってるんだ。だけど今なら、父さん、母さん、アミ、村のみんな、君のお母さんも、あの時は何もできなかった。でも今なら。ありがとう、ミント。ありがとう。大いなる実り、それがダオスの目的。人類を滅ぼしてまで奴がユグドラシルを守ろうとする理由で、大いなる実りとは。チッ、人間なんぞに付き合わされて億劫なのはわかるが、俺とお前さんは指輪に誓った熱い仲じゃないか。もうちょっと答えてくれたっていいんじゃないのかな。やれやれ。え？だから終わったら帰るのか、元の時代に。なんで？なんでって。気になる？あ、そうか、気になるか。ふーん、あのクラスだって美人の彼女が待ってるって言うからね。アーチさん可愛いし、やっぱ気になるよね。確かにお前と付き合える奴がいるのかっつうのには興味あるけどな。何よそれ、喧嘩売ってんの？100年経ったらまた相手してあげるわよ。100年変わんねえんだろうな、その性格。それはお互い様でしょ。ま、どの道明日生き残れたらの話。生き残るさ。
生き残るんだ。もう誰も。詰めろ。座れねえだろ。そっち詰めろ。バーカ。バーカ。確認だ、精霊オリジンよ。ダオスが潜むのは時の狭間。時の剣ならばその空間からダオスの城を引き出せるのだな。しかり。奴の時空転移を封じ、倒すこともまた。可能だ。が、それはお前たち次第。万事了解。ま、よろしく頼むぜ。これが奴の城の中か。で、ダオスは？もっと上。わかんの？それも時の剣の力か。じゃあさ、さっきみたくバーッと一気にそこまで、なんて都合よくはいかないか。のようだな。気を抜くなよ。いがねえ。来るぞ。来るぞ。我が手のうちに恩義と力と栄えあり。いでよ、アスカ。どけ。あなた方を城へ行かせるわけには参りません。ならば切る。日が繰り流忍術。塞いどいたよ。こりゃまた広いね。どのあたり？まだ真ん中くらいでは。みてえだな。ああ、やっぱし来たぞ。
みんな下がれ。クリスさん、しまった、人間よ、ダオスなのか。時を超え魔剣を手にしてまでなぜ世の邪魔をする。お前さえ倒せば世界は救われるか。正直に、何、お前も知っていいよ、ミッドガルズ、あの魔科学、あれこそが世界を滅ぼす力だ。魔科学だけは滅ぼさねばならぬ。大樹を守るため、それでもなお世に剣を向けるか、答えろ。この世に悪があるとすれば、それは人の心。違う。避けられぬ戦いか。もうここまでです。目を覚ましてください。父上、いや、だがダオスの狙いは時の剣だ。手がかりはきっとある。ミント、早くクレスを見つけないとね。ああ、放っておいたら無茶するに決まってるからな。行くぞ。Yeah!
をつけようって言うんだな。クラースさん、アーチェ、チェスター、ミント、これで理由があるとしても、お前のしてきたことを僕は許せない。今ここでお前を倒す。魔剣の力を得たところでその程度か。甘いわ。元の平和な村にしてみせるって。だから絶対に。デビスカーラーンよ。うわっ、あー、ダンス。もう誰も殺させねえ。ゴッドブレス、リプリート。
デリスカーラーンよ。ヤツにとっては自分の星を救うための戦いだった。アセリア暦4354年、時の英雄たちの手によって魔王ダオスは倒れ、時空をめぐる戦いは終わりを告げた。その後の彼らの足取りは歴史書には記されていない。ただ魔王と英雄たちの戦いが記されているのみである。